ルトへの挑戦、その頭脳そのテクニックでヘビー級の頂点に上り詰めるか、ノアにこの男あり、チャレンジャー小川義成入場。デビュー当初から怪我に苦しみ、その素質のつぼみが長い間固く閉ざされていました。しかしジュニアのベルトを巻き、伊沢という最良のパートナーを得たこの小川、グリーンのマットで自在に操るマジシャンの顔が今浮かび上がりました。今年に入ってすでに奪った秋山からの2度のホール、そのゾーンは秋山攻略のファイブを完全に読みました。余裕を持ったまさにこの有明を自分のものにした小川義成、今チャレンジャーサイドに立ちました。外の海がどれだけ荒れようと、空にどんな黒い雲がかかろうと、秋山の心にはわずかな揺らぎもありません。ノアと新日本全面対抗戦となったこの日、かつての先輩中西がこのリングに上がった日、その全ての目が注がれる中、威風堂々ベルトを巻いて向かいます。 GHC ヘビー級チャンピオン秋山潤入場。これだけリングの内外が騒がしくなった今だからこそ、この重厚感が光ります。ノアだけではありません、マット界の誰もが認めるヘビー級チャンピオン、それがこの男秋山潤。小川に許した人の負けもどこ吹く風、5分以内での決着を宣言した今宵のリング、改めて5分を宣言しました秋山です。GHC タイトルマッチ史上の最短試合となるのか、チャンピオンの秋山が今リングに立ちました。1試合目に GHC タイトル管理委員長城樋口より選手権試合宣言でございます。 GHC ヘビー級選手権試合 4.7 有明コロシアム大会全12試合のメインイベントはこの秋山の持つ GHC ヘビーのタイトルマッチになりました。そのチャレンジャーがまさに苦節17年と言ってもいいでしょう。かつてジュニアの頂点に上り詰めた男、そしてヘビー級に転向してから三沢という最良パートナーを得た小川義成です。秋山にとって今宵4度目の防衛戦を迎えましたこの有明のリング、ヘビー級のシングルのベルトを今目の前にしました小川義成。秋山と小川で争われるこの60分一本勝負、本日のメインイベント GHC ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者230ポンド、小川義成。ついにこの時が来た、小川義成。我がコーナー GHC ヘビー級選手権者250ポンド、秋山チャンピオンの奥の深さを見よ、秋山潤。 GHC ヘビー級選手権試合入場の時に秋山は改めて5分以内の決着を宣言しました。60分一本勝負です。距離ができました。今ゴング、ドロップキック小川から入りました。まず先制パンチは小川義成、切り返して小川を振った、飛びついてネックフリーカーを壊した、さあもう1回自らました、ジャンピングにをかわした、ダイヤットもかわしてくるっと、あー DDT 垂直落下。さあ放送席には小橋健太選手にお越しいただいております。小橋さん、はい、目まぐるしい展開ですね。やはりそうですね、スタートから目まぐるしいですね。そしてバックドロップ連発で小川が打ちました。まあこの秋山そして小川の攻防を小橋さんもずっと見てました。お3連発できました。やはりもう当然2人は意識しまくっての今日を迎えましたね。そうですね、はい、4連発だ。この小川バックドロップ1本で勝負を決めるのか、もう1回、うわ今度は丸め込んでいった、バックドロップホールド、危ない、チャンピオン危ない。やはりこうやって詰めていくうまさというのは小川独自のものですからね。そうですね、はい、
この小川のうまさ、そしてプロレスのテクニック、もう小橋さんも存分に分かっていると思います。そうですね。どう見ますか今。今お互いに、あっと肩からいった。勝負を早く決めようという感じですよね。ああそうですね。あの小川にしてみても、その長期戦だったらやはり体重の重い秋山に分があるでしょうからね。そうですね。やっぱりこういう舞台を多く経験してますしね。そうですね。はい、戦い方を分かっているのは何といってもチャンピオンの秋山純です。秋山はこれまで去年の7月三沢からベルトを奪って本田多門、ベイダー、そして新日本の永田裕二、3度の防衛に成功しています。そんな中今年に入って、まあ、6人タッグマッチではありながら2回この秋山からフォールを奪っている、そういう実績が買われてのタイトルマッチになりましたが、さあ鉄柵の向こう脇腹を落ち着けました。ただ小橋さん、はい、その6人タッグながら秋山から2回もスリーカウントを奪う、この短期間にこれはすごいことですよね。そうですね、まあ、なかなかタッグマッチといえば、チャンピオンを抑えるということはなかなかですね。あーっとカーフランディングだ、またしても鉄柵です。その本人も当然そのヘビー級に転向してベルトに興味がないわけはないでしょうからね。そうですね、やっぱりジュニアヘビー級ではもう頂点を極めましたからね。敵はいませんでしたからね、はい。そして三沢と組むことによりましてどうですか、やはりそのテクニック、いろんな幅というのは増えたように見えますか。そうですね、やっぱり自分より相当大きな相手でも負けませんからね。そうですよね。あと目つぶしを先に打ったのは秋山、フェイスクラッシャーです。小林さん、心理戦という様相が見えますね、はい、そうですね、DDT を打ちました。さあ5分以内の決着、まだ5分経過のアナウンスはありません。秋山がニュートラルコーナー、小川を後ろから襲いました。後頭部にエルボー、がっちりカバー、全体重を預けた。ツーカウントです。まあ、小川自身もデビュー当初から怪我に随分と泣かされまして、肘ですとか肩ですとか、そういったものを乗り越えて、今日おっと、レフェリーを掴んでいる。エクスプロイダーでは投げられない。巻き投げていった。丸め込んだ、丸め込んだ。ツーカウント。もう一回。おっと、くるっと横から入った。どうだ、連発で来るか、目つぶしからシンクラッシャー、そして今度は4の字のジャックライフ、おっと丸め込んだのは秋山だ、秋山が上、ラリアット。小橋さん、息がつけませんね。そうですね、秋山の堂々たる戦いっぷり、それを崩すのがこの小川の戦いですが、しかしこの後頭部真っ逆さまに落とされてこの笑顔、手ぶてしいまでの表情を見せました秋山。今の持ち方は相当危険でしたね。そうですね。おっとまた連発だ、リングの中央、岡川2カウント。もう決めるか、まだ5分以内か、決めるのか、リストクラッチだ、リストクラッチ、おっとケア、丸め込んだ、丸め込んだ、丸め込んだ、うわさん、はい、大変なことになりました。いやびっくりしましたね、小川マジックですね、これは。勝負タイム、なんと4分20秒、5分決着をまさに返したのが小川吉田に、小川が勝った。ありえないことなんだ、大変なことになりました。そして今、生涯初ヘビー級のベルトが手渡されました。小川吉田がヘビー級のチャンピオンになりました。小川吉成、生涯初ヘビー級のシングルのベルトを手にした。なんということだ、新チャンピオン小川吉成誕生。場内がですね、はい、私もそうなんですが、何を言っていいのかわからないというこの驚きに包まれてますね。そうですね、びっくりしましたね、あのリストクラッチに行こうというところを丸め込んだ小川吉成、5分決着を、その言葉を返したのは小川でした。さあインタビューです。ノアで一番強いのは小川吉成選手です。
約束通り試合5分で終わらせました。度重なる秋山選手からの口でのいわゆる攻撃、どんな風に感じてましたか？いや、口じゃ勝てないんでなんとかリングの上で結果出したかったんで、それだけです。ジュニア選手である小川さんがヘビーのベルトを今手にしました。このヘビーのベルトの感触いかがですか？そうですね、ちょっと興奮してて言葉見つからないんですけど。見事新チャンピオンとなったわけですが、次期挑戦者田上選手に決まっています。そのあたり挑戦者が控えています、いかがでしょうか？田上聞いてるか？絶対勝ちます。さあ、それでは最後に会場にお越しのファン、そして全国のファンに向かって一言お願いします。マイクを預けます。みんなちょっとびっくりしてると思いますけれども、これから僕がの輪を面白くしますのでよろしくお願いします。小川良純選手でした。ノアの歴史がまた新たな1ページを加えた瞬間、第3代 GHC ヘビー級チャンピオン小川良純誕生。有明コロシアムがスタンディングオベーションに包まれました。変形首固め4分20秒、5分以内の決着をつけたのは小川義成。秋山純馬4度目の防衛に失敗。小川さん、はい、まあ、これだけの小さな体、はい、本当に感慨もひとしおでしょうね。そうでしょうね、はい、はい、小川さんも初めてベルトを取った時の感触があると思います。小橋さんが初めてベルトを取った時のことを思い出していただくと、やはりいろんな思いがあるんじゃないですか？はい、そうですね、はい、ベルトを手にしました小川義成、そして次期挑戦者は田上明と決定しています。新チャンピオン小川義成、今ノアの、そして全国のプロレスファンがこの事実を今正面から受け止めました。まあ、この体で、ね、ヘビー級のベルトを巻くってことは本当に素晴らしいことですよ。ですね、はい、そしてまた小川ですから、いろんな試合、いろんなタイトルマッチ、いろんなプロレスを見せてくれるでしょうね。はい、そうですね、これから楽しみですね。本当にそうですね、はい、ノアを面白くするのはこれからは自分と宣言しました。新チャンピオン、ヘビー級チャンピオン、 GHC のチャンピオンは小川義成へとベルトが動きました。